つあるから、双子ちゃんでもちゃんとした指導を受けたら双子ちゃんもおっぱいだけでいけるんですね。犬や猫もおっぱいの数ほど赤ちゃんを産むでしょうって。人間はまだみんな2つあるから2人分出るんですよ。だからそのね、大丈夫なんです。繋いでいく職業として、その命に大切なことっていうのが今日の授業の中に食事のことだったりとか、愛情を育む、それがおっぱいにつながっていることだったりっていうのがたくさん込められていたので、それを伝えていきたいと思います。母乳育児は食育の原点です。そしてお母さんの愛情をたくさん飲んで、愛情の貯金がいっぱい貯まる方が心優しく人が大好きな子になり、やる気のある子に育ちます。人間は哺乳動物ですから、正しい指導を受けたら必ずおっぱいは出ますよ。ご心配なく。